柴咲コウです。女上州直虎、ぜひご覧ください。女上州直虎、この男がついに戻ってきた。虎松、後の井伊直政。殿は誠に井伊家を再びとは思うておられませんのに。家名や土地を取り戻したいとは誠つゆほども思うておらぬし。虎松には野望があった。俺は徳川に井伊を再興してもらうつもりだ。虎松は井伊の名で徳川に仕官することに。だがそこには厳しい現実が待ち構えていた。今川の、しかも潰れた家の子。故障になるはずの虎松が命じられた役目は一番下っ端の草履番。よし、故障に上がればあっという間にごぼう抜きにして顎で突こうってやる。勝つまで諦めないその性格を武器に頭角を現していく。直虎は飯の家が平和でいられるよう力を尽くしていた。飯のものであったものを飯が取り戻して何が悪い。取り戻したとしてその先飯の家をどうしたいのじゃ。私はここで民のために尽くすつもりじゃ。戦乱の嵐が訪れる中、虎松はその才覚を発揮し出世の道を歩み始める。今日よりは万千代と名乗るがよい。いいが千年万年続くよ。いつかの殿にこう言ってやるのだ。殿がおらねば今日の日を決して迎えられなかったでしょう。いいはそなたらの中にある。その力を世のために使うてくだされ。女上州直虎、